はい、みなさん、こんにちは。ラブックボーカル教室のあきこです。さあ、今日はですね、ラットウィンプスさんの何でもないやの、えー、サビの部分の、えー、レッスンを行っていきたいと思います。今日も歌ってみましょう。僕らムフライヤー時を駆け上がるクライマー時の隠れんぼはぐれっこ。 はもう嫌なんだ嬉しくて泣くのは悲しくて笑うのは君の心が君を追い越したんだよの部分です。はい、こんな感じになっております。えー、ここの部分、ポイントになる部分はですね、まず特徴的なのは音の切れ方が面白いところで切れてますよね。僕はタイムフライヤー時をって切れて駆け上がるクライマー時の切れてくれんぼはぐれっこ。 はもう嫌なんだっていう風に、切れ方すごく特徴あるんですけれども、もう一個、えっと、野田さんがすごく大切に歌ってるんだなって思うのは、音の切れ方ですね。音の切れ方。え、言葉のリリース、音のリリースがすごくね、丁寧に終わらせてるんですね。全部そうなんです。こういう風に言葉が続くと結構雑になりがちなんですけれども、そこをしっかり終わらせるっていうところ。僕らタイムフライヤー、時を、お、時を、 投げないで。時を全部一緒です。時の次ののも。えー、隠れんぼはぐれっこ、こ。はぐれっこ。上の隠れんぼはぐれっこのレ霊がね、すごく上にこう飛んでいくので、えー、そこにばっかりに意識いきそうで、はぐれっこはもう嫌なんだ。 上に行くだけで、ここ5秒適当になりそうなんですけれども、ここを丁寧に歌うようにすると、えー、野田洋次郎さん風にこう全部を丁寧に言葉を伝えていこうっていう思いが伝わりますよね。時のえー、かくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ。丁寧に終わらせる。 嬉しくて泣くのは悲しくて笑うのはここ「わ」は切れてないんですけれどもこの「わ」も丁寧に言いましょう、えー、ここここでね、えー、陰語踏んでるというかねまあこうレーレーのような感じで「わ」はもうこういうふうに揃えてきているのでここの「は丁寧に歌いますどうしても上の方行くながちですけども語尾をきれいに言葉を、えー、終わらせる 言うだけじゃなくて終わらせるところまで音が切れる瞬間、まあ、切れてからもそこに意識がちゃんとあるぐらいの気持ちででまたすぐ頭に切り替えるんですけど「君の心が君を追い越したんだよ」「ガーッとよ」ここもゴビゴビですねブレスの前の、えー、音の切れ方丁寧に歌っていきますで「君の心が」上に上がってるので「君を」「オクターブね」ね下がる「君を追い越したんだよ」急に えー、ドンと音程が下がるんですけれどもこれも丁寧に歌いましょうで「君を追い越したんだよ」割とバスッと終わらせるんですね「君を追い越したんだよ」抜いて終わらせるよりは「追い越したんだよ」スッと終わらせる前に出て終わらせるって感じなんですけど決して投げるわけじゃない「追い越したんだよ終わらせ」じゃなくて「追い越したんだよ」割と丁寧にだけどしっかりと押す。 っっててていううところを意識しし最後ままで歌ってみましょう言葉の語尾っていうのはだいあのすごく意識が薄れる場所であるのであのこういうところでねあのしっかりと歌える人なのか歌えない人なのかっていうところが分かれてくるので言葉の語尾今日少し丁寧に歌うっていうだけで変わってくると思うのでそこを意識してサビの部分頭から言ってみましょう1拍目から入ります one, two, せーの。僕らタイムフライヤー時を駆け上がるクライマー時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ。嬉しくて泣くのは悲しくて笑うのは君の心が君を追い越したんだよ。 いう感じです。歌えたでしょうか。ぜひこんな感じで試してください。えー、それではまた違う曲でお会いしましょう。あきこでした。